めぐっぺです。今日は帰国後第1弾でお届けしますということで、先日受けていましたトイックの結果を報告します。はい、では結果です。まず試験の状況としては、当日に時計を持ってなくてリーディングが91問までやったところで終了してしまうという悲しい状態に陥ったので、あまりスコアの期待はしてなかったんですけれども、確認したところ、まずリスニングの方が495点満点でした。イエーイイエーイ。はい、で問題のリーディングですが、まあ、91問しか解けてなかったんですけれども、点数は405点取れてました。ということでトータルスコアは900点です。はい、イエーイ。まあ、トイックの最高得点が990点で、一応そこを目指して勉強していたことを考えると、まあ、ポイントは足りてないんですけれども、まあ、新しく勉強を始めて3週間しか勉強できてなかったことを考えると、そこそこいい結果が残せたかなというふうに思います。はい、でまあ勉強方法は間違ってなかったんじゃないかなというふうに感じています。はい、ということで、前回試験前に使っていたテキスト、紹介していたんですけれども、こちらの、ビヨンド990超上級問題プラスプロの極意という本を使って勉強していました。でもう本当にこのトイックをとことん受けて研究を重ねてきた方々の言っている通りの勉強を今回してきてたんですけれども、まあそれで結果としてはつながっているので、おすすめしたいと思います。でこれからちょっと点数を上げたいなと思っている方は一度試してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、帰国後第1弾は私のトイック受験の結果報告でした。これから受験しようと思っている方はぜひぜひ参考にしてみてくださいね。めぐっぺでした。またね。